おはようございます。今日はですね、東京は青山にやってまいりましたけども、さて今日のゲストでございますが、はい、藤村俊二さんなんですが、はい、そういえばなんでおひょいさんって呼ばれてるんでしょう。それね、昔からみんなね、うん、言ってるんだけどね、私もわからないんですよ。ぜひ今日は聞いてみたいですね。そうですね、この辺だということなんで、早速お宅の方にお邪魔します。はい、ちょっとあのね、はい、あの通りから裏入りますと、こうやって閑静なね、住宅街になってますよ。静かですよ ね、 ね、こちらですよ。そういえばね、ここもね、できてそんな経ってないのよ。新しいですね、うん、このマンションの6階だそうですけど ね、 そうですね。おはようございます。あ、いらっしゃい、どうもどうも、よろしくお願いします。今日のゲスト、藤村俊二さんです。よろしくお願いします、ね、すいませんね。あ、節分の豆、ま、節分が近いからって豆まき、そうなんですよ、ね、こういうことするのに豆なんですよ、私。うまいですね。で、今こういうところだから水まくわけ行かなきゃ、お客様来るときに、あのほら打ち水を、人が来たら気持ちいいじゃない、それの代わりに。これはえ、それはあの、今日はたまたまチョコレートなんですけど、宅急便さんとか、それから酒屋さんとか、あの集金の人とか来るじゃない、はい、そご苦労様って言って、あ、これで雨だったらぐじゃってやってさって、お部屋の方ですね。明るいですね、窓が大きく取ってね、観葉植物を。これほら舞台とか、これいろいろあのなんかあった時にお花いただくじゃない、捨てんのかわいそうじゃない、そうそう、もったいないですよね。で、劇場置いてくるわけいかないし、と持って帰ってくるとね、結構こうやって育つんですよ。で、グラスがやっぱ貴重なグラスなんですか。まあ貴重ってほどのもんじゃないけど、別に集めるつもりじゃなかったんですよ。それで、あ、いいグラスがあると欲しくなるんで、で、それも完全にいつも使ってるんですよ、どれもこれも。これいろんな形があるんだけど、これと例えばこれだとさ、これでワイン飲んでいただいて、最後のあの食後酒にこれであのポルトだとか、まあ、いいシャンパングラスでシャンパンでも飲みましょうか。飲みましょうね。ねえ、しかしこうさっきから点滅ずっとしてるんですよ、これね。ビデオのとりあえず分かんないんですよ。で、一応ほらビデオは見れるだけは見れるわけ。ずっと12時で点滅してますもんね。もうとりあえずダメなんですよ、それはちゅうちゅうちまちましたものが。そこにも、素敵な絵が。そうなんですよ。ちょっと絵を見せていただきましょう。いや、見せるってほどのものじゃないんですよ。これはこちらユニークですよね。ユニークっていうかね、これあのサルバトーレ・フィウメっていう人の絵なんだけども、イタリアの今現代画家の巨匠らしいんですよ。で、僕この人に会いに行ったわけじゃなくて、この娘さんが画家としてデビューするのを取材で行ったわけです、それであの人の顔を何か架空の動物になぞらえて描く人なんですよ。で、藤村さんのじゃあ似顔絵みたいなのはあるんですよ。トイレにあるんですよ。あ、トイレ、トイレ行きたいですか。はい、2人で行くんですか。2人で行きます。あ、3人で行きます。3人、3人だ、3人、3人だ、混ぜてくれ。藤村さんのことよく分かってらっしゃいますね。危ない、吉村と2人にしちゃったんだ。そうですよ、私トイレ好きですから。そうでトイレが、あ、誰か入ったなんかちょっとびっくりする。いや、あの俺見てるでしょこれこれ藤村さんなの。そう、これヒョウだかだんだん分かんないな、トラだか。でもその人は僕のイメージでこれを描いてくれたのか。ああ、そう。藤村さんは気に入ってらっしゃるんですか。いや、気に入るも気に入らないもね、描いてくださったからこれ見てるよ、べっぴにもならないだろうと思って藤村さん、はい、グラスが、ええ、三脚、これ三脚しか なくなっちゃった。なくなっちゃいました。これいい音するのよ、弾いてる。ちょっと耳で聞いてくれる。あ、本当に余韻がそうでしょ。余韻がある。これはまた余韻心地がいいの、これで飲むと。いや、本当にこれきついわ。ちょっと大丈夫ですか、これ。ギギッとやってよ。あ、いいよ、目に当たっちゃったなんかしてね。あ、OK、これね、それね、ついでからね、泡が出てるでしょ、あの音がね、シュワシュワシュワってんですか。シュワシュワシュワ。これグラスによって随分違うのよ。バッチリ聞こえてる、ね、あ、でも本当にいい音が聞こえますね。聞こえるでしょ、で、これ悪いグラスで飲むと聞こえないんですか。聞こえないっていうか、音が全然違う。比べてみるとよく。じゃあ悪いグラス持ってきてください。これプチプチプチ、うちないんだ。あ、ね、日本だけなんだ。あ、いい音、このあ、これ、これ今のこれなのよ。あ、椅子外したやつと、椅子で、
これをテーブルにするのこうやって。ああ、ほら、かわいい。ああ、そう、かわいいよね。かわいい、かわいい。今ほらお店やってるじゃない、はい、だもんだから、そのシャンパンを開けて人にこれ作ってあげると、うん、すごい連れてきた女の子がキッ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 って喜んで。キッ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 って言いますか。いや、そうか分かりませんけどね。でもあれですね、そういう小物もあれば、このテーブル代わりになってるこのカバン、これは ね、あのいわゆるこういうものを買うじゃない、はい、ヨーロッパで、はい、あの僕割と行く機会が多いっていうか、そういう仕事は結構多いんですよ、うん、ヨーロッパが好きなんですか。そういうの好きですね。そういうところにあのガラクタ市行ってこのトランクを買うわけですよ、はい、古いの、うん、じゃあ別にブランド品とかそういうのは関係ない。ブランドダメでね。ダメですか。なんか分かるっていうだけで、うん、ダメでね。なんか選ぶ時の基準ってあるんですか。あのなんかほら自分 あの好きな女の子に会った時みたいに、はい、なんかドキッとするものがあるんじゃないですか。子供と一緒ね、うん、僕小さい頃赤ちゃんの時にね、はい、なんか欲しいものを手に入らないとね、うん、引きつけを起こしたんだってその他の子供がなんかおもちゃ持ってるとするじゃないですか、これが欲しい、これが欲しい、あれが欲しいって言うんだって、それで慌ててうちのおふくろは買いに行ったなんかして与えても、うん、それじゃ嫌だってあいつが持ってるのが欲しいって言って、うん、そのまま引きつけちゃうんだって。でもアンティークものは結構大事にするじゃないですか、うん、藤村さん、うん、ほんで最近のいやいや最近のビデオだとかああいうののリモコンは使えないとか。いや、わかんない、ほとんどね、はい、例えばテレビを買ってテレビって書いておいてくれないと書いてる、書いてる、本当携帯電話あの受けるのもうまいんだけど、うん、かけられないですか。かけるのも大丈夫よ。でもただなんかのよく人がさ、うん、じゃあ僕の電話入れとくから、ああ、はいはい、どうやって出していいか分かんないから一回も出したことないこれ電話と間違えたことないですか。あ、実はあるんであのね、ある人後で言われて気がつきながらでもここで一人暮らしなんですよね。いやだってお金することはないし。でも一人だと炊事洗濯とか大変じゃないですか。あ、僕好きですよ。一人全部やりますか。全部やります。じゃあお料理もなさる。料理も好きです。あ、日本テレビもやってたじゃない、8年間ぐらいやってたかな、男の台所。じゃあもう悠々自適の楽しい毎日。なんか束縛されないし、うん、とりあえず60になったら白髪出してさ、うん、そうですよね、うん、それまで黒かったのにね、いきなり白くしてましたもんね。いきなりじゃないんだけど、うん、染めてて、うん、ずっと染めて、うん、あとはあのパーマかけてたクリクリクリって。で60になったらもう自然の方がいいやと思って、うん、で60になったら白く出したり、うん、それから身辺整理をいろいろしたり、うん、それから事務所を独立したり、うん、それから舞台に出る、うん、まあもともと舞台出身だから。でもね、僕思ったのはね、ワイドショーで藤村さんってがんを克服なさったんですねって言った時に、うん、6年前だよそんなものはって話した時に、うん、6年前はってことは全然マスコミにも言わなかったですよね。いや、もう時効だと思ったから、はい、いやいや前がやっちゃった時にっていう話でペロッと僕は言っちゃったわけ。もう6年も経って去年の話だから。そうです、はい、だからペロッと言っちゃったらば、でそれに藤村俊二がんを告白って出ちゃったわけ。はい、告白、はい、ただそれを今度見た人はあのワイドショーの人たちは韓国服したと思って来ちゃったわけよ、はい、全然知らなかった。この度はってねこの度はじゃうんと前だって。もう今7年も前だけど、7年8年かな。でね、その韓国服したっつうので、うん、髪の毛が、あ、そう思う人がいたの。僕もそう思ったんですよ。あのほら何ですか、強い何ですか、あの抗がん剤、抗がん剤で白くなっちゃったのかな、うん、いや、みんなそう思ったの。それでタイミングあまりにもそう会いすぎたんではい、違うんですね。全然違う。もう自然のままでいようと思って。そうそう、だからがんのことも言っちゃってもいいんじゃないかと、うん、でも、ね、あの入院生活っていうのは誰も気づきませんでしたね。だから先生がさ、あ、藤村さんがんだって言うのよ。いや、知ってる先生だから。あ、藤村さんがんだって。そんなさっぱり言わないでしょ藤村さん、ちょっとお話があるんですけど。何も知らない。検査終わった後に藤村さんがんだよって言うのよ。で、誤診じゃなければいいけど、うん、きっとがんだってわけよ。切っちゃった方がいいってわけ、うんうん、まずそのがんだって言われた時に、なんていうの、自分の体の悪いのを人に言うのは、うん、みっともないことだと思う年齢なのよ、うん、僕らって。だからどうやって嘘つこうかと思って、うん、それでしょうがないから、まあ、僕らの仕事は
まあ、2ヶ月3ヶ月前の仕事って決まってるじゃないですか、はいはい、あのプロデューサーだとかなんかには申し訳ないけどちょっと手術やけないんで、ちょっと休むからって言って取りだめしてもらったり、うん、いろんなことしてもらって、うん、それであの千葉の鎌川の方の病院に、はい、の産婦人科病棟に入院してたんですよ。それ分かんないように分かんない周りは女性ばっかりですね。そう、明るいからこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。